おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、はい、なんで何をするんですか。今日はピアノレッスン初回ということで、いや今まで音楽をやってきたのにもかかわらずピアノだけは本当に触ったことがないという人生でございまして、なのでちょっとこれから先生に教わりつつ頑張ってピアノを弾こうという心持ちでございます。そもそもなんでピアノを急に弾こうなんて。デビューアルバムの一番リード曲の愛とか感情を弾き語りで弾けるようになりたいというか、弾けるようになって、いつか皆さんの前でできたらなという気持ちも込めて、今回このような場を設けていただいてこうなりました。そして、アーティスト活動に向けて、我々から二宮さんにプレゼントがございます。おお、何でしょう。電子ピアノです。すごい欲しいって言ってたやつです。僕も、ピアノが、結構弾くんですけども、今度半年後ぐらいに二人で連弾、ちょっと待ってください。よろしくお願いします。聞いてました、さっきのコメント。うちの井上さんが、すみません、難聴でちょっと私が言いましょうか。半年後くらいに連弾。何をおっしゃっているんですか。初心者ですよ私。簡単なものじゃないんですよ、音楽って。もうエルスコ、ぜひご紹介ください。花岡先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回やる曲はいなんですけど、まずじゃあ私実際に弾いてみようかな。ちょっとじゃあ一回聴いててください。はい、せーの、じゃあ8番。
度それ左手もやってみますね。はい、1オクターブ下で同じことを弾きます。そうです、右手は休みで大丈夫です。はい、はい、じゃあいきます、せーの。出身はどこですか？出身は神奈川です。あ、同じです。あ、本当ですか？先生、ホテル好きな食べ物なんですか？好きな食べ物、おそうめんです。あ、おそうめん好きじゃない？あ、ちょっと麺あんまり好きじゃない、そうですね。大丈夫ですか？大丈夫じゃん。そうですよね。じゃあ今日はイントロ1とイントロ2の譜読みをしていきます、はい、じゃあまず右手からいきましょう。はい、避けなくなりましたね。弾けなさすぎて。来週までの抱負を、いや、まあ、突っかからないように弾けるようにするところがもう目標というか、まあ、目標です。特に何が難しかった？まあ、全部なんですけど、どっちか一方しか集中できなくて、右手やってると左手おろそかになって、左手やってると右手おろそかになるみたいな、
両手で弾けないっていう、まあそうですね、両手で弾けるように頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。来週もお願いします。はい、お願いします。頑張ってください。 ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。なんて難しいことを言うんですか。でも弟にブロックされました。3% ぐらいだと思ってました、うん、先生のお名前わかります？花岡珠樹さん、うん、なんて呼びます？まあ、先生だよね。先生ですね。もうちょっとなんかよくあるじゃん、なんかそういうところでさ、習いに行くとさ、うん、なんとか先生とかジーパンデカみたいな、そういう感じです。ちょっと違う。なんかちょっとそういうノリで、なんかこう少しずつこう距離を詰めていく。なんてお呼びすればいいですか。私普段あのみんなにタマちゃんって呼ばれてるので。あ、タマちゃん先生。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。タマちゃん先生になりました。じゃあ逆になんて呼んでほしい。あ、私ですか。え、な。普通にゆいちゃんで。わかりました、ゆいちゃん。